こんにちは、荒木和弘です。令和3年9月26日、日曜日のショートメッセージをお送りします。今日のお話はテーマ、時刻表の話です。本になった時刻表ですね。最近は乗り換え案内とか、パソコンとかスマホで、簡単に時間調べられるようになったんで、あんまり時刻表に親しむ感じがなくなってしまいました。でも時刻表というのは、ある人が、鉄道マニアのおしゃぶりみたいなもんだというふうに言ったんですね。時刻表を渡しとけばおとなしくしているというような意味だそうです。で、実際に自分でもですね、あれ見てれば、本当に時間が過ぎていくという感じは確かにあります。昔はもう旅行出かけるときは必ず時刻表を持って、出かけて、おりました。で、どっかどういうふうに行って、そこへ乗り換えて、この列車がですね、どこでどういうふうに止まってとか、そういうことが、数字の裏からも結構わかるんですよね。ここで、行き違ってとかですね、そういうこともわかる。これ本当にで、何が走ってるかとか、そういうことというのは、大体わかりますから、その数字の羅列、本当の数字の羅列の中にですね、旅行のイメージを作ることができるっていう、そんな、ものが時刻表だったというように思います。ただ、私、いつの頃だったかも覚えてませんが、いつも正月、元旦の夜にですね、夜行列車で、雪の中の写真を撮るように、独身時代までですけども、やってたんですが、途中からですね、時刻表を持ってかなくなりました。で、それはもうどうしてかというと、途中でですね、乗り違えたりとか、乗り過ごし、そういうことあるのも、これも旅のうちじゃないかなというふうに思うようになったんですね、なんとなく。で、その正月の旅行に出かけるときは、ともかく行くときにどこを行くかもほとんど決めないで、駅まで行って、それから東京駅か上野駅か、大体上野ですけども、そっちの方へ行きながらですね、途中でどうするか考えると。で、それでも決めてないことは結構ありました。上野まで行ってからですね、そこで来てた列車乗っかって行ってしまうなんていうこともあったと記憶してます。で、でもどうにかなるもんですよね。だから昔は周遊券とかありましたんで、それで大体、こっちの方というふうに考えとけばですね、どこでも行けたと。いうことがありました。で、行って、で、時々場合によってはですね、接続悪くて、何時間も待たされるということもあったんですけど、それはそれで、面白かったのかなという感じがしてます。冬の、雪のですね、誰もいないような無人駅で、1時間、2時間と列車を待ちながら、ポケット便のですね、ウイスキーを引っ張り出してピーナッツかじりながら雪にですねウイスキー垂らして、飲むと、周りは全然音がないというような最高の幸せ、で、ありました。もうちょっとなかなか今できないですね、できませんけども、そのうち機会があったらやってみたいなという気持ちもあります。で、時刻表に戻りますけども、時刻表をですね、韓国も昔鉄道の時刻表、もう今は全くないと思いますけども、昔は日本と同じような、ただし韓国の方が鉄道の距離短いですから、すごい薄い、本当1センチぐらいのですね、これくらいの時刻表がありました。で、といってもみんな使わないんですね、大体ね。で、だから時刻表の見方もみんな分かんないからあんまり買わないし、買うとなんか変な顔されるようなね、ことはありました。でもあの時の時刻表、なんか一番最初の時に買ったのは、確か77年、昭和52年だったと思います。まだ時々ここでお話している水陰線に SL が走ってた頃ですね。
で、SL の列車、1日上下2本ずつありまして、まあ、これだけちょっと遅いんですね。だから時刻を見ると、これ SL だということが大体わかる、というものでした。まあ、そんなものをですね、見て、まあ、結構楽しんで、いたと、いうことです。ちなみに、北朝鮮の時刻表というのは、私が知っている限りは93年だか95年の時刻表がありましたけども、これはもう本じゃなくてですね、ペラの紙です。これぐらいにこう伸ばしてこう折りたたんでいくようなものでですね、まあほとんど、まあ列車があんまりないですから、もうそれぐらいで済んでしまってんのか、あるいは、まあ書いてない列車もあるのかもしれません。いずれにしても、その当時の標準の時刻で走っても、平壌から東北の端のですね、チョンジンまで20時間ぐらいかかりました。確か距離数で言うとですね、東京から福山ぐらいだったと思います。で、20時間ぐらいって、まあ本当に昔の日本の列車ですね、まあ明治時代ぐらい、明治時代の急行とか特急とかそんなんだったら20時間、福山までかかんなかったんじゃないかな。と思いますが、まあそんな時間、これが時刻表に書いてある時間でした。実際にはそのもう90年代の初めぐらいでその倍ぐらいかかったというふうに言ってます。今はまあもうどれぐらいかかるかもっとわかりません。この間ミサイル撃ったところなんかですね、線路おそらくしばらく使えないでしょうから、そういう意味じゃですね、まあめちゃくちゃなことやって、とても時刻表通りというふうにはいかないっていうか、まあもう誰も時刻表なんか考えてないですよね。まあそれから考えると日本は、新幹線がもう場合によっては3分おきぐらいで、走らせられるってこれすごいことだなというふうに思います。やっぱり時刻表本になってて、でそして、それが信頼できるっていうのはそれだけのシステムが確立されてるからということですよね。それやっぱり我々誇っていいことじゃないかなというふうに思います。本当時刻表、昔の時刻表でもこうめくってて、あ、この列車乗ったかなとかね、ここ行ったなとか、そんなことを思い出すのも決して、悪くないというふうに思います。時刻表を読める方、まあ復刻版とかですね、よく図書館なんか行くとありますから、一度見てみていただければというふうに思います。今日は時刻表の話をいたしました。今日もありがとうございました。